はー、羽島京志郎です。挨拶どうもっていうのだるくなってきた。いやーマジでさ、いろいろ悪化しててさ、うつとかさ、あの歯磨きのしてないから歯が痛いのよ。まあ俺そもそもさ、引きこもる前も全然歯磨きしてなかったけど、でもちょっとはやってた気がする。今よりはやってた。全然しない。今もさっきデンタルフロスだけやった。最近面白いなって思う。水をさ、歯の隙間にうんよむしゅってやんの、口の中に含んだ。そうすることによってさ、てん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 みたいな感じで水をプッシュするやつみたいになるけど、俺買ったんだけどめちゃくちゃ痛かった。あの尋常じゃないくらい痛い。俺はなんかね、もう衝動的にナイトブラグでそれ見て、え、絶対いいじゃん買おうって買ったけど、明らかにそのね、絶対に良くないものだった。パチモン臭がしてるっていうか、レビューも明らかに高いし、すごい痛いし、うん、あのなんで俺こんな買い物したんだろうっていう感じだった。めちゃくちゃ痛いのはなくない？なんか、歯痛い。でもデンタルフロスもね、ちょっと今やり方を研究してんのよ。どうやったら糸が痛くならないのかみたいな、そういうの。指が痛いの。あのデブだから。うん、皮があるのよ。痩せてたらさ、指が細いから皮のね、肉が細いと思うのよ。まあ、そんなことないか。ちょっと肉分厚なんだよなって言ったけど、俺の分厚さはここなんだよ。ここ縦の分厚さだから、手そんなでっかくない。サイズ的に面積がでかくない。厚みがあるの、ここら辺とかね。こことかやっぱすごいのかな、お肉が。はあ、まあちゃんとね。でも今俺さ、鬱の状態でさ、いろいろあって疲れてるんですよ。おじいちゃん死んじゃってね、ずっと言うよ。まあずっと引きずってるっていうか、でも引きずり、まあね、引きずっちゃダメなのかもしれないけどね。お母さんも大変だよ。なんかやっぱそういうのを新郎がたたってさ、茶碗を買ったのよ。茶碗買ってすぐに割れたんだって。で車入る時にまた割れたって言って、そういうのってやっぱなんかあんのかねって言ったら、まあ、なんかっていうそういうスピリチュアル的なやつ、うん、もう何かそういう偶然とそういうのもあるかもしれないけど、単純にお母さんが疲れてるだけだと思う。うん、それだけ。お母さんめっちゃ疲れてるだろうからな、一人で全部やってさ、いろいろやってんのよ。俺は手伝わないっていう。それもね、ちょっと、まあ旅行全然楽しくなかったって。お母さんがプランしてからさ、ひどいこと言っちゃってって。モギルさん本当に辛くてさ、明らかに鬱とか精神病みたいな。でもそれでお母さん傷つけていいのかってなるけど、俺もできない。そんな人を考えてられるほど今ね元気じゃないから、申し訳ないよ本当に。うん、申し訳ねえな。思ってないじゃん。思ってなさすぎ。鼻のボツボツ効かないけど、なんかゴマージュってやつで取れるらしい。ああ欲しいわーって思ったらね、アマゾンで売ってないんだよ。まあ売ってるけどちょっと高くなっちゃうんだよね。じゃ結構人気なんですねと思いました。あの化粧水ってあんま意味ないんだって。乳液はなんか意味あるのかわからんが、だからもう水でいいんだよ、顔洗うときって。俺顔は最近あったかいので洗ってんの。なんでかっていうと、冷たいので洗うと気持ちいいじゃん。うん、でも冷たいので洗うと顔の温度が下がっちゃって、めちゃくちゃ顔が熱くなるっていうよくわかんない現象が起きるんだよ。でも熱いお湯でやったらメタメタにね、なんだろうな、蒸発しちゃうから、常温なんだろうね。常温って最強だな。まあ、36度くらい。めんどくせえ、めんどくせえよー。うん、やっぱ俺結構変な顔してんね。うん、髪型も変だし。あ、これ全部寝癖ですよ。髪の毛やっぱセットするの嫌いなんで、油だからね。おいしい。やっぱね、俺目がさ、すごい細いわけじゃないんだけど、あんまパッチリ開いてないよね。うん、結構さ中途半端だよね。すごい細めなわけじゃないじゃん、別にめっちゃ細めでもないけど、そのでかくもないね。おー、目のパーツだ。あ、目のパーツってこんななってんだ、面白いな。
あんま自分の顔まじまじと見ないからな。あ、俺がいるなってノリでいつも見てるから。吐いて、なんだろうな、昨日の食い物が、あ、まあ、とんがりコーンだ。とんがりコーンが刺さっていてんだよ。マッサージしましょうね。いや、ユーモア死んでる。俺は確かにすごいユーモア、ウルトラユーモアを秘めてる。潜在的なユーモア凄まじいんだけど、やっぱそれ出し切れてない。なんでかっていうと、やっぱリラックスしないから。素の俺はそこそこ面白いんですよ。うん。だからって言ってそれ、なんか、負け惜しみじゃんって言うから、言うじゃん。だから、素を出せるようにしたいよっていう話だ。面白いんですよーで終わらせないんで、別に。素の俺もまあまあ面白いんですよ。なんだかんだたまに結構面白いこと言ってるけど、でもそのたまには結構な、ちゃんとしたたまに。うん。変顔って楽しいね。しょぼなあ、おもろをなりわいとしてる人間の変顔しょぼって言うけど、変顔は全部しょぼいよ。なんか ちょうどいい変顔ってないよね。みんなこう梅干しみたいな人が、ちょっとこの口のシワを見せるって変顔。いやでも歯磨きできなかった、元気なくてさ。いや、なんだかんだ勢いあれば歯磨きいけんちゃうって言ってやったけど、あ、できないって言って。あ、やっぱちゃんと歯磨きできなかった。でもあんまね、俺動画撮りたくないんですよ。なんでかって、そのなんかさ、暇つぶ、あ、俺趣味っていうのが嫌いになってきたの。趣味って言葉が。うん。趣味って気持ち悪いなーって最近思ってきて。やることはいいんだけど、やりたいことをやるっていいんだけど、趣味じゃないの。楽しいからやってる。それは趣味かもしれないけど、趣味って言葉が俺は好きじゃないので。なんかよくわからないでしょ。俺もよくわからない。よくわからない路線で行こうとしてるのかもわからん。あっ！チュン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 。20世紀少年高いね。1冊1463円。それが12冊。おおおお、いいシーンだ。なんだろうこいつ。なんかやばい、やばい魚叩きつけてくるやつ。このさ、魚叩きつけてくるやつ何？あ、魚叩きつけてくるやつ、ここの話なんだ。いやでも20世紀少年面白いわ。あれな、魚叩きつけてくるやつなんだろう。白素を取りました。白素って汚すぎない？はあか、はあか、はか。あんま首ゴリゴリってよくないらしいね。あー疲れた。あー最高ですね。なんかわからんが最高だわ。いやー楽しいことないな。インデックスの小説も読みづれえしな。でもなんかちょっと面白くなってきたわ。うん、思ったより面白いわ。やっぱり駐車場の、あれ違う。日が暮れてどこからか肉屋のコロッケ、あれ違う。日が暮れてどこからかカレーの匂いがしてる。どれだけ歩いたら家にたどり着けるかな。僕のお気に入りの肉屋のコロッケをいつも通りの味で待っててくれるかな。地球の上に夜が来る。
僕は今いるよ、だんだんだん。来年の頃に鬼が笑うって言うなら、笑いたいだけ笑わせとけばいい。あ、眉毛剃ったんだよ。おい、どうよ。あ、頭ボツボツだな。パーニコニコニコシャキーン。から元気は良くないね。からになっちまう。うん。から元気やったら。からって、あ、俺空っぽになってんだっていうのを自覚してしまうから、虚しくなるじゃん。からなのに。からなのに元気は出せないのに無理やり元気出したら自分が、あ、空っぽじゃった。みたいな。元気空っぽなのにね。自覚してしまってダメージ。あ、腰痛い。これ今からチンポあげるからな。ちょっと、チンポあげるからちょっとね。あ、うまくいかねえよ。ちょっとチンポ怖くて腰痛い。ちょっとストレッチスクワットしてみます。すごいふざけてます。でも俺くしゃみはよくふざけますよ。でも素でふざけてるんでね、もうずっとふざけてるんで、ふざけてない時がないです。痛い。スクワットするか。ポキポキスクワット絶対良くないけど、この世に絶対なんかないぞ。いぞ。あー良くないね、これは。うっついな。筋トレって続けるの大変だね。ほんと俺1日3回しかやってない。おもろいの、はじめ社長の1年10万回腹筋チャレンジ。いやー今までのより一番おもろいんじゃない。何かが変わるのが1年後見れるっていうのは嬉しいよね。1日300回やんなきゃいけない、アホだなって思うけど、まあね、ほどほどにやってくれよな。うん、でもそれはおもろいわ。一番面白いと思う、筋トレやるのが。筋トレチャレンジ一番面白いわ。ありがとう。はじめんのおもろい企画だな。ようやくはじめんもね、肩の荷が下りては、おもろい十字架背負ってんやないの。あ、騒ぐだけ。鼻水出るわ。あ、普通に鼻水出るわっていうのは、あのドン・キホーテファミリーのね、あいつ。あ、わかんねえわ。あいつね。ベトベトンオーラのやつ。鼻水出るわっていう意味で言ってんじゃん。普通に本当に鼻水出るっていう。はぁ、俺何言ってんだろうな。マジで。チンチーン。ようこそ、チンチンです。違います。ああ、はい、どうも皆さん。おはこんばんにちは。おとじゃです。おとじゃさんの、あ、なんかおとじゃって言っちゃうな。全然おとじゃの真似じゃないのに。なんかさ、久しぶりにおとじゃさんの動画見たら、全然違ったね。あ、どうも。声変わりした、はじま京志郎です。ああ、ということで、変な声でやっていこうと思います。なんかこっちの方がね、変な声するとね、やっぱ、あ、来た。なんか舌出して喋ったら大きな声出るらしいって言ってんのやったけど、舌が想像以上に汚くて。まあさっきね、あの俺が歯磨きやめたってやった時もさ、あの舌を磨くの、やっぱ舌を磨くと口臭のほぼほぼの口臭が取れるわけよ。うん、ほぼほぼ。なんかここら辺にあるなんか癖、なんか線みたいな。ね。臭さの脂肪みたいなやつは置いといて、俺はそれ知らんけど。口臭って結局やっぱそのベロなわけよ。うん、いやだわ、気持ち悪いね。まあベロなわけよ。うん、うん、
鼻水すすっちゃう。まあベロベロです、ベロベロなんだけど、それやるときね、奥にやるとうえってなるじゃん。それが嫌でやめたてなわけなんですよね。やっぱね、まあこんなんで笑うやつなんてね、誰一人いないんですよ。でも変顔しちゃう。なんでなんだろう。もうなんかから元気で、元気ないのかな俺もしかして。まあでも喋るの楽しいんだけど、やっぱさ、今疲労してるときに喋ったらあんま良くないんだろうね。でも喋れてんだよなっていうところのせめぎ合いだよね。うん、本当に今元気ないから休んだ方がいいけど、やることマジでなくて、やっぱその面白くないの。もうとあるとあかがレールガンみたいなの漫画も、まあ安くなってて買ったけどさ、買ったんだけどさ、あのね、 15% なんたら期間終わってたブックオーカーの、マジ許せん。俺は何なんだ、俺は何なんだ、俺は何者なんだ。羽島恭志郎です。ああ、小指の爪痛いわ。小指の爪ぐちゃぐちゃなんだよな、もう。俺のお母さんと一緒。お母さんはもっといろんな爪がぐちゃぐちゃだけど、なんでだろうな。うわ、ここに出来物痛いわ。さっきくせえ汁が出てきた。くせえ汁がたまるのよ。デトネーターじゃなくて、失礼だな。デトックスみたいな、体のいらねえやつだね。不純物、ロンハイブーツね、ロンハイブーツね、ロンハイブーツじゃないよ、ロンハイブーツ。もう今のくだりキモくて、ちょっとね、怒っちゃいました。怒るときそういう声出すのは本当に危ない人だから、危ない人認定されちゃう。俺動画撮ってるだけでね、いつの間にかそういう認定証もらっちゃうからね、そういう手帳。あ、この人頭おかしいから手続きなしでね、家に届くかもしれない。メガネでもさ、これ開けるの面白くない？古いか、ガキすぎるな。感性が小学生で止まってんのよ、面白いと思うもの。終わってるやん、終わってるやん。まあ滑舌が悪いのって俺ね、気抜いちゃう。終わってる、終わってるわみたいなこと言うじゃん。終わってくらいで気が途切れんのよ。言ったことになってんの、自分の中で。さあさあみたいになっちゃう。だからね、相当追い込まれてんのかもしれない。あ、そっか、疲弊してるから言葉を最後まで気っていうか、気を込めて言えないっていうか、気を張って言えないっていうか、なんつうの、集中して言えないのかもね。それだ、そう、プシュプシュプシュ、ここのディティールが悪かったね。ディティール、ディティール、ディティール、ディティール。え、ちょっと自分でもちょっと怖かった。ディティールって言葉、すごい、なんかもうすごいね。いいね。うん。どんどんやっていこう。でもちょっと自分でもショックだった。今ちょっとおかしすぎて。ショックだったので、ちょっと、ね。乳首を隠しながら深呼吸します。深呼吸した方が絶対いいよ。いや、立って喋るのめちゃくちゃいいよな。あ、そうだ、その机がさ、ベッドの下のに足入れてさ、なるべくベッドに近いようにしてたけど、この度なんとベッドの下のその引っかかりから机の足を出しました。拍手ってやだね。拍手ってさ、手痛くない？拍手、手痛めずにした拍手ってどれくらい？すごいね、全然手痛くないけど音が全くならない。好きなの、圧縮拍手、ブーンみたいな、ブーンブーンみたいな。顔が見えてね、怖いことね、変な声でね、うんってやってる人しか見えてない。こうこれ、あーあーなあちょっとマジで休まなきゃ俺。単純に精神がね、参ってるよ。こんなことしないもん。ティナ、嘘。昼でお母さんもいないから、暴れ放題。うん。イエーイ！
大きな声出し放題だよ。よし。よしと言ったら、やめとくか。よいしょ。すごくないこれ。すごくない？深くここに手、取っ手に手入れんの。めっちゃ手の甲痛いとか言ってふざけてたら、こういう時にコップ落とすので、やっぱふざけてる時に基本的にコップ落とすからみんな気をつけてね。あと普通に痛いんで。思いっきりさ、このコップを掴んで飲みます。ああ、バランス感覚に定評のある山本。うん。安定感がすごい！公務員かっての！おもろいね、君！今、公務員もそろそろね、やばいとは思いますが、いろいろね、すごいハイテクに、負けちゃうんじゃないかな。ほぼほぼいらなくなるらしいね、ハイテクが済んだら。でも、かわいそうだよな、仕事なくなっちゃうんだもんね。それかわいそうだわ。笑って、へーへーって思ってるんだわ、じゃないけど。でも人件費って高いからな。まあでも機械も最初高いだろうな。まあメンテナンスだの。初期費用は高いけどさ、しっかりと使っていけばさ、どんどん安くなるわけじゃん。まあそこそこね。メンテナンス代だけでいいし。でもなんだかんだ言ったら、やっぱり人間って楽なんだろうな。マジで。でもすごいもんな、人間って。すげえんだよって、なんか、だいぶ昔のさ、ラン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 みたいなさ、この問題は何でしょうかみたいな時に流れてる曲あるじゃん。あれわかんねえわ。酒井なんたらが出てる。あと、クリームシチューが出てるやつね。わ、めちゃくちゃ金玉出た。あぶねえ。こう映ってた金玉が。金玉全世界公開。全世界。全世界！
ー気持ちいい、気持ちいいな。ピャー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 レロ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 ワンピースなあ、喋ることないわ。寝ます、おやすみなさい。喋ること、喋りたくなったらまた撮ろうかな。でもさ、ないんだよ喋りたいことなんて。で、引きこもりだからさ、喋ることがないの、なんもないんだよ。助けてくれー、誰か喋ることくれよ。俺によ喋ることよくれよな。キンキンの金玉おもろいですね、面白いですね、兄貴。キンキンの金玉って、もう、やめるわ。キンキンの金玉、キンキンの金玉。それだけ言っていこう、俺は。キン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 の金玉、キンキン金玉。月曜日のタワーは更新されました。いいよ、パチ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 。あ、俺がまだ白装いじってた、指だけ出たわ画面に。申し訳ないね、白装しね、白装指みんなに見せて本当に申し訳ないと思ってます。これって棒読みなの？心が完全にこもってない、完璧にこもってないだけで棒読みじゃないよ。もう心をちゃんと込めない、逆に心をしっかりと抜いていっているよね、意識して抜いてる。ああ、ただ心がこもってない、心がただこもってない人ってちょっとあるのよ、心がもう完璧にないの、究極にないのか。心を抜いてます。ああ、何しようかな。ああ、やることねえか、寝てるか。あ、すごい眠いしな。あ、寝るか寝るか。でもな、寝たくないんだよな結局。もうなんかちょっとハイになっちゃってるけどさ、深夜のテンションが今12時よ。真昼。深夜のテンション、今？何それ、むちゃくちゃだよ。まあ、むちゃくちゃでおなじみですよ。本当に、羽島清志郎はね。あー、目の疲れ取れるわ。よくわからんが。ホットアイマスクっていいのかな？顔バリバリだ。バリバリくん、バリバリくん、バリバリくん。鼻くせえしな、乾燥してるしバリバリだし。やることは、とある魔術のインデックスはちょっとずつ読んできます。でも俺もう新薬まで買っといてよかったわ。でもセットはなんかねえ、オラカリブの、カリブの夢たち、目を覚ませ、時が来た。
永遠の眠りの中きらめくふん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 キャプテンキッド、でもね、キャプテンジョンでした。キャプテンキッド、ユースタスキャプテンキッド、もしかしてユースタスキャプテンキッドってキャプテンジョンの子供だったりしますか？でもどっちかっていうと孫だよな。ユースタスキャプテンキッド、ユースタス、ユースタスや、ユースタスタスや、ユースタスやだっけ、だよね、ユースタスやでね、うん、ユースタスキャプテンキッド、ユースタスキャプテンキッド、うん、キャプテンキッド、キャプテンキッド、ワノ国でどういう活躍を見せてくれるのかな。ローもちょっとね、今不穏な動き、真面目な顔ですけど、結構ね、キリッとした顔してました、最後ね。ローは何をするのかな、裏切ったのかな、ローは裏切ってないだろう。うん、いや、でも裏切ったのかな。どうなんでしょうか。全くわかりません。はぁ。なんか、カイドウは、こういう、まだまだあんなん全然だよって言って、わぁ、そりゃ勝てんから、まあ協力しますみたいな感じで、協力するのかな。そしたら大変だな、頭切れるやつが敵についちゃうからな。無理だわ。眉毛整えたんだ。どう？って言ったらね、さっきも言ったよ。30分なんでね。なんかよくわからんが。一回、立つわ。向こうに行って。